環境保護所は中華民国の行政院に属する環境行政に関する業務全般を担当する省庁。日本の環境省に相当する。1947年、台湾省政府の成立に伴い、衛生局を拡充して、衛生どころを整備、公害浅くと環境改善指導を担当する行政組織が誕生したのが、環境保護所の前身である。 1955年に衛生どころは台湾省環境衛生実験所を設立し、上下水道及びゴミ問題、水質管理、大気汚染、放射能汚染及び騒音問題等、環境に関する内容の調査、研究、監督を担当するようになった。また産業界では、1969年には工業局が設立され、第七課が工業排水、 廃棄問題を担当するようになった。1971年3月、行政院に衛生所が成立し、その下に環境衛生所が設けられた。初期に所長に任じられた元整備、昇進源により、公共施設及び食品加工工場の衛生指導、及び廃棄物処理等の指導及び監督を行うと同時に、殺虫剤や隠し子外問題の研究、 指導を行うようになった。同時期に経済部でも水資源統一機械委員会が設置され、水質汚染の防止と対策を担当するようになった。1979年4月、環境問題への関心が高まる中、行政院は台湾地区環境保護法案を策定し、環境保護を行政が組織的に行う方針を確認し、それに伴い百八十二年一月、 行政院に衛生所環境衛生所は環境保護局へと昇格し、昇進年が局中央に任命された。これにより、環境衛生所が担当していた空気汚染及び環境衛生行政以外に経済部が担当していた水質汚染問題、形成所が担当した交通騒音問題をも担当することとなり、同時に環境アセスメント、廃棄物及び 毒性物質の管理業務を担当するようになった。1987年8月22日、環境保護局は環境保護所へと昇格し、現在に至っている。ありがとうございます。